おはようございます、ダンノーランスです。今回ですけども、明日発売超獣王オーライ列伝ザ・キング・オブ・レジェンド、こちらについて予習していきたいと思います。まあそもそもね、動画これ出すのかどうか結構迷ってたんですが、まあ毎日投稿やめたし、まあ、ゆるくこういうのを話していくのもいいかなと思って出してみようと思います。であらかじめ言っておくと、この段は正直競技的なあれで言うと、まあほとんど、まあ、使うのは難しいかなっていう感じの段になっているので、ちょっとその自分の好きなカードが、まあ、その酷評されたりするのが嫌だっていう方はあらかじめ、ブラウザバックの方をお願いしたいと思います。まあ、そんな中でも、まあ、使えそうな部分があったら、まあ、ピックアップしていこうかなという回です。早速いってみたいと思います。1枚目、ボルシャックドラゴン GS。 普通のボルシャックドラゴンの、まあ、イラストめちゃくちゃかっこいいんですけど、まあ、ボルシャックドラゴンの効果に新能力ガードストライク盾から手札に加えるときに、まあ、これチラッと見せると相手一体止めるよっていうね、能力が追加された、というカードです。まあ、ガードストライクっていうのはそもそもね、まあ、例えばだけど、どうやって使えたら、まあ、強いカードかっていうと、いい例がね、灰になるほどヒートとかドラゴンズサインとか、あの手のカードってそのデッキを組む上で、まあ、最悪シールドトリガーついてなかったとしても、まあ、最低限自分の手札から使い道があって、でそこにそのシールドトリガーがついてるからさらに強いっていう感じじゃないですか。なので、まあそのガードストライクが仮になかったとしてもちゃんと戦えるレベルの、まあ、スペックがないことにはその環境入りするっていうのはそもそもね難しいというところなんですね。でまあ現環境ボルシャックドラゴンが使われてるかっていうと、まあさすがに使われてないというか、まあどちらかというとコレクション寄りのカードなのかなという感じです。イラストかっこいいのはグッド。で続いてこちらはボルメテウスホワイトドラゴン GS。 まあ同様の理由でイラストはなんかすごいかっこいいんだけど、ボルコンが勝ててますか、ボルメテウスフィニッシャーにしたデッキがありますかって言われると、まあそんなわけもなく、まあ残念ながらね、まあ、こちらもまあどちらかというとコレクション寄りなカードで、まあボルコンとか組んでる人には、まあ、普通のボルメテウスの上位互換ということで、まあ、喜ばれるんじゃないかなって思う反面、まあ、個人的にちょっと寂しさもあるというか、あボルメテウスホワイトドラゴンはまた上位互換が出てしまった、自分たちの思い出のカードっていうのはこうやってね、どん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 と、まあ、完全上位互換がまあ出ていくのかなっていうのが、まあ、少しだけね、まあ、当時やってた身としては、まあ、寂しい思いがあったりもするという感じです。とはいえリメイクしなかったから使われるかったら、まあ、そういうわけでもないですし、まあ、こうやって再注目を浴びるっていうのはまあいいことでもあるという感じ、まあ、そんなちょっとエモい感情を抱いている方は僕以外にもいらっしゃるんじゃないでしょうか。まあ、むしろ僕以外の方の方がまあそういった感情を抱いている可能性が高いですね。で続いてこちら精霊王アルファディオス GS。 まあ、これ結構悪くないなーっていう感じがして、まあアルファディオスなんですけど、去年の1月とかであれば白緑5スターに、まあ、明確なフィニッシャーとしてこれ入ってたりもしたんですよね。でサファイアウィズダムとアルファディオスのどっちかを、あの MS レムルミナリエみたいなやつから、あの8マナのやつをね踏み倒してで乗せるっていうコンボはね、まあ普通に実用的だったりはしたんで、直近で使われてたのはそこかなっていう感じですね。あの2枠が普通に受けとして使えるってなれば、まあ、それはめちゃくちゃ強いなっていうのはまあわかるんですが、まあそれに関しても正直、まあパーフェクトネイチャーありきな、まあ、コンボっていうのがあって、今では全く使われてないというところがあって、でまあさすがに10マナ払ってエンジェルコマンド用意して進化っていう展開にはならないかなというのがあるので、まあ、これもね同様の評価という感じです。で続いてこちら破壊流神ヘビーデスメタル GS ですね。まあ、あのガードストライクを持った SA ワールドブレイカー で召喚以外の方法で出た時に山に加えてシャッフルするということで、まあ、対価に入っていた対価先という感じ あのヘビーデスメタルがあって、まあ、それのリメイクっていう感じで、これはねすごい時期が悪いですね。今対価ってあの震災艇が出ちゃったせいで、もうバルカディアネックス一択なんですよね。呪文を唱えられなくする効果と、あとゲームとかを山から引っ張ってくる効果にちょっと比べてしまうと、さすがにガードストライクのためだけにこっちを入れる理由にはさすがにならないんですよ。まあ、さっきも言った通り、その自分が能動的に使った際に強いポテンシャルがあって、そこにガードストライクがあるから強いのであって、ガードストライク単体では入れる理由にはならないんですよね。ということで、めちゃくちゃあのなんか1年ぐらい前にこいつ出てくれたら対価ファンの間で話題になったと思うし、対価っていうデッキもともと受け強いんですけど、まあ、あと一歩届かず殴り切られちゃう部分とかの
カバーにもなって、まあ、かなりやる寄りのカードだった気がしたんですが、まあ、時期悪くこれもちょっと使われなさそうな印象です。で続いてこちらジャガンゴーロマノフ一世、ガードストライク、まあ、通常のロマノフにあった出た時にその山札見て、まあ、好きな、ね、闇のカードを墓地に落とすっていう効果はなくなっている代わりにガードストライクが増えたのと、まあ、アタックトリガーで一応上から5枚見てそっからまあ自由に選んでいいよっていう風にはなってますね。まあ、あのロマノフ2世と違ってこいつの優秀なところは墓地に5枚置いた上で、まあ、好きなのその墓地全体から使えるっていうところは、まあ、結構使いやすくて大体打ちたい呪文は打てるんじゃないかなっていう感じがします。まあ、ただそのロマノフ2世みたいな速攻性がないっていうのと結局その SA をなんとかしてこう付与してあげるみたいな本当にコンボデッキ寄りな下準備が必要なカードになってしまうのでどうしてもその必然的に多分赤入れて SA 化してみたいな感じのデッキになると、まあその環境で使われた前例っていうのがまあ基本的にない感じなので、まあ、ロマノフワンショットとかに入れるにしても、まあ、鬼札王国とかは入ってるけど SA 化するってなるとまた構築が歪んできたりするので、まあ、悪くないリメイクだとは思うんですけど使いにくくて使われないかなという感じです。で続いてこちら神帝ルナティックゴッド GS、まあ、召喚するときに、まあ、ゴッドの数字は1の代わりに3ってなるんですけど、まあ、そもそもにしてそのゴッド主体のデッキっていうのは今はまあ今まで環境でね、まあ、使われてたかって言われるとそういうわけではないっていう前提があって、でまあなんとかして出したらどうなるかっていうと、まあ、出た時に相手クリーチャー3体まで選んで手札に戻してカードを3枚引きアタックの割にアンタップという感じなんですが、まあ、そもそもこいつもねあの SA を持ってないというところで、まあ、ちょっと速攻性に欠けるっていう部分があるのと、そのコストの割に3体バウンス3枚ドローっていうのはちょっとねあのまあ今の現代の環境に対してはあんまり影響しないというか、まあ、ちょっとねカードパワー的にも低いかなという部分があって、まあ、こちらもどちらかというとコレクションの色が強いカードにはなってます。で続いてこちらガイアルカイザー GS、 これ結構まあ個人的にいいリメイクだなと思ってて、5マナ7戦のコマンドドラゴンハンター、まあ、種族かなり優秀なんですけどガードストライクでスピードアタッカーダブルブレイカーで出た時にブロッカー1体破壊ということで、まあ、当時シューティングホールから、まあ、ガイアルカイザーを出すっていう流れが、まあ、めちゃくちゃね環境トップで、あらゆるビートダウンに入ってたんですけど、まあ、それを普通のクリーチャー化した時にはこういうデザインになるよねっていう、まあ、結構ねその本家のデザインを尊重された、まあ、リメイクっていう感じで結構好きです。まあ、ただぶっちゃけたことを言うと、まあ、結局そのダブルブレイカーっていうところは、まあ、基本的にねこの5マナの火の SA のドラゴンって、まあ、ノバとかバスターにチェンジされる、まあ、X かなにチェンジされる、まあ、宿命があるということで、まあ、ほとんどねこいつ自身がダブルブレイカーであるっていうことは、まあ、活かしにくくて、でそのバトルゾーンに出た時ブロッカー1手破壊っていうのも、まあ、基本的にサイバー X で事足りてるっていう感じがして、でそのサイバー X とかノバを早期に出すために、まあ、チュリスとかバルチュリスの方が、まあ、やっぱどうしてもね使いやすさには軍配が上がってしまうかなという感じがして、まあ、ちょっと環境目線で見ると、まあ、いまいち、まあ、使いにくいのかなっていうか使われないのかなっていう感じですが、まあ、今まで紹介したカードの中では結構カードパワーが高い方だとは思ってます。で続いてこちら俺の頂きライオネル GS、 ブロッカートリプルブレイカーで手札に加えるカード全部に、まあ、シルトリガー、まあ、ここは本家と変わらずで、でエターナルオメガで、まあ、一応除去耐性みたいなのが、まあ、除去耐性というか除去られても手札に返ってきて使い回せるよっていうのがありますと。でこれはちょっと、まあ、本当にねツイッター見てても悲痛な叫びがたくさんあって、まあ、俺の頂きライオネル本家にあった、まあ、出た時に能動的にこのライオネルの効果を起爆してあげられるあの一文がね、完全に消滅してしまったっていう、まあ、事件があって、その代償としてそのガードストライクが入ってるっていうので本末転倒やろみたいな声があって、まあ、自分も正直ね元のテキストでさえ、まあ、基本的に使われてなかったのにガードストライクのためになんかその大事な効果を失ってしまうってなるのは、まあ、単純な強化ではなくて、まあ、ちょっとねあの寂しい部分があるのかなっていうところがあります。で続いてこちらカツキング GS、 SA 無限パワーアタッカーということで、まあ、めちゃくちゃバトル強いマンでダブルブレイカー でアンタップしてるクリーチャーをアタックできてバトルに勝った時シールド一つブレイクするなんだけど、まあなんかもう言わずもがなですかね。さすがにドラゴンでもないアウトレイジ、これはちょっと
まあ、正直当時ねこのカツキングが出てた頃のデュエルマスターズ、まあ、全体的にカードパワー低くて、でそれのリメイクなので、まあ、なおさらね、まあ、ちょっと物足りなさも感じてしまう部分がありますが、なんかイラストはめちゃくちゃかっこいいという感じです。で続いて熱血星流外銀河 GS、まあ、これはもともとねドラグハートクリーチャーの外銀河が普通のクリーチャーになったと。7マナのガイアルコマンドドラゴンでパワーが9000プラスでバトル G プラス4000、まあ、ここは本家と一緒ですね。でダブルブレイカーで SA、 あマジでこの SA ありがとうございます。ちゃんとここに SA って書いてて、まあ、割とね使えるようなカードかなっていう、まあ、種族もコマンドドラゴンで強めで、まあ、普通にドラマゲドンの封印とかも剥がせますと。で出た時に7000以下1体破壊なんで、まあ、結構効果力出ますね。まあ、出ただけでも一応最悪 SA の盤面取れるカードとして、まあ、最低限仕事しつつ相手がクリーチャー選んだ時に追加ターンの能力も変わらないんで、まあ、かなり場持ちもいいという感じになってて、まあ、こいつに関してはもうかなりいいんじゃないかなと。パッと見、まあ、環境で使われるかって言われたら怪しいんだけども、いざ使われたら結構だるい寄りのカードだと思うので、まあ、なんなら普通の外銀河って、まあ、どっちかというとその小型クリーチャーとの相性が良かったんだけど、こいつは今度大型単体で、まあ、結構全然違った使い方をしていけるカードだと思いますので、これ結構いいですね。ガイアルカイザーとこの外銀河は、まあ、自分的には結構一押しかなという感じです。でこちら公式でも公開されていた伝説の禁断ドキンダム XGS、 実質9コストでトリプルブレイカーで、まあ、出た時相手クリーチャー全ての能力を無視する、まあ、これで一応相手にゼーロンがいたら、まあ、その時点で勝てはしますねという感じですが、まあ、ゼーロン使ったデッキはね9マナを許してくれません。で、まあ、コスト4以下の呪文の効果によって相手がクリーチャー選ぶとき、まあ、選べないという感じで、まあ、本家をねリスペクトされたデザインにはなっているですが、 SA とかでもなく、まあ、種族が強いわけでもなく、この99マナっていうのを生かすのも難しくて、まあ、99マナ払って召喚してみようものなら強制で90軽減入っちゃってそれすら叶わないという感じで、まあ、ネタとしてもねちょっと使いづらい部分があるんですけど、まあこれは正直、まあ、かなり自分の中では評価低めかな。さすがにちょっと使うのは難しそうですね。はい、せめてねなんか SA とかついてればもうちょっと、まあ、その本家の挙動と似てる部分があったんですけど、まあ、出たターンに殴れないっていうのはそのバランスの調整だったかもしれないんですけど、ちょっと惜しかったポイントですね。で最後にこの未来王流モモキング、これはねさっき初めて見たんですけど、5マナの火と自然のカードで、ドラゴンとジョーカーズ持ってて、まあ、種族は申し分なしで SA ダブルブレイカーで、まあ、このクリーチャーの上にどの種族の進化クリーチャーを置いても良いですと。で進化する進化クリーチャーのコストを1少なくするという感じなんですけどね、いやーなんていうか、もうあっちのモモキング、まあ、モモキング RX みたいなのがね事前情報で出てたと思うんですけど、もうあっちがマジでもう強すぎてさすがにこれは使えないかな。ちょっととね、どう使うんかっていうか、1軽減とはいえ正規コスト払って、まあ、こいつが場にいる状態で進化しないといけないんで、さすがにちょっと使い道思いつかないですね。まあ、自分が見落としてるだけかもしれないんですけど、まあ、もし何かあったらコメントで教えてください。唯一の、まあ、新規っていう新規カードにはなってるんですけど、まあ、ちょっとねこれも使い方が難しいかなという感じでした。はい、ということで一通り紹介してみたんですけど、まあ、全体的にカードパワーはかなり低めですですし、まあ、その普段 CS とかでしかやらないっていう人に関しては、まあ、シングルがした方が効率はいいのかなっていう風に思います。まあ、自分はねデュエルマスターズのファンなので明日4つ買ってこようと思うんですけど、初のまあ往来編カードということで、まあ、一応注目すべきはその2ブロックとか1ブロックとかそういったところでも往来編のカードなんで、まあ、使えるんで、ガイアルカイザーとかは比較的カードパワー高い寄りになってくる、外銀河とかに思うので、まあ、そこら辺がもしかしたら活躍するのかななんて思ったりはしてるくらいですかね。はい、そんな感じで緩くカード評価をしてみたんですが、いかがだったでしょうか。まあ、お祭りよ、お祭り、まあ、お祭りなんですよこれは。いや多分これだけじゃ終わらんと思うんだよね。なんかもっと強くなりそうじゃないですか。どうなんですかね。なんかさらにこいつらのなんか強化版が出てもおかしくなくて、それで今回の段はその伏線でしかないみたいな、なんか実は後々そういう激アツ展開が待ってるような気がしないでもない。ちょっとね、リメイクにしては物足りなさがというか、なんかジャブって感じがねすごいするんで、皆さんねストレートが来るのを待っていきましょう。ということでまた明日の動画でお会いしましょう。さよなら。